クさんとおじやんのゲーム実況チャンネルへようこそ。開始までちょっと待ってね。ナウローディング。アーティス、で本日もよろしくお願いします。天下の不要2ジライアじゃんまんじまるやっていきます。PC エンジンミニの PC エンジンスーパーシジロモン版です。はい、よろしくお願いします。というわけでお願いします。大砲付きの船をゲットする。大砲は岩を壊すことが可能。友人ホラでは装備を3つ集め進行しやすくなる。必要なんですけども3あれですね、全城の敵が6体出てきて30ですね。で1体とかの場合もあるんで、その時は丸6ですいやもうなかなか大変でしたね本当にまあまあまあいいや、行きましょう。はい、実エンジンミニ時間かかっちゃいます。
で、ピコロ第二形態行くんですけど、まあ、現在と冬コガレ。冬コガレがあんま効かなかったんですよね、確かね。冬枯れか。冬枯れって言うんですよ。冬枯れ。冬枯れがあんま効かなかったんですね。なんで、必中もでメインでやってたんですね。だから今回もそうなるんじゃねえかなと思います。もしかしたらレベル上がったことによって効きやすくなってる可能性もあるけど、まあ、あんまその辺は期待せず。あ、いいっすね。一発で倒せる。僕はね、多少上がってると思います。ただ、さっきのやつとか、まあ、あれは弱いんでいいんですけど、普通のあの、何でしたっけ、家畜とか、あの辺はやっぱり2発じゃ倒せないですね。家畜6体で結構しか、バッキの、バッキの使ってやすさなんですけどね。それでも当たんない場合がある。何体か当たんない。今日クリアして、次のエリアに行ければいいと思うんですね。まあ、あと、二つ目のアンコクラを抜けるっていうのが仕事ですね。伊勢神宮か。伊勢神宮の、アンコクラを抜けるっていうのが。怖いんだよな、ここ。よし。これは倒してある状態です。オッケーですね。パッとないですね。痛い痛い痛い。こっからの、一回負け、ああ、まあそっか。そうですね。そうですね。ロードしてますね。アイテムがあって使ったりしてますよい。あ、やべえ。やべえ、回復すんの忘れた。全然回復できてねえよ。ようこそ、火の勇者の諸君。ここが神聖なる僕の部屋、いわば僕自身だ。そして君たちの棺桶となる場所だ。まだわからないようだね。君たちはまんまとおびき出されたのだよ。僕の腹の中にね。さあ、第二幕の始まりだ。題して虫けらの最後だ。いいっすね、真面目な千葉ちゃんでしたね。オッケー、早速行きましょうか。いいよ、いやー、いいよ。そんなもんですよね。まあそうなっちゃうよ。やべえなー、ちょっと回復してて、ね、きついっすね。大丈夫かな。あ、ここにいいっすね。了解だね。よし。ワントライしてみましょう。あー、来た来た来た。普通数字言えると思うんですよ。さて、40かよ。いやー、大丈夫かな。冬があれの効果。これがあるからやる。ああ、いいっすね。マジマル17だと。オッケーオッケー。いいっI'm good.
前よりは効きやすくなる。うん、いい。さあ、これでいくつあった56。いやー、つねつね。やっぱ倍当たってんじゃん。よく来ますね。いっちゃえー。やべ、やべ。怖いっすね。うわ、危ねえ。いやー、もうカブト回復したいよ。いや、しょうがないっすね、これ。回復して。っていう。あー、でももう75だ。いいっすね。いけそう、いけそう。いけるわ。いやー、変に緊張しますね、やっぱ。歌舞伎でね。本当だ。よーし、よしよし。なんで、負ける可能性普通にありますから。ほら、でも技使い切ってるもん、全部。いやー、やっぱり強いっすね。モフさんとおじやんです。現在生配信は Twitch。アーカイブや動画は YouTube。モフさん動画は TikTok で活動してます。いやもう聞きたいですよ。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、ツイッター、TikTok の拡散などお願いします。よしよしよし。グフ、君たちごとき虫けらにこの完璧な僕が破れ去ると見抜く者はあびこり。いや、見にくいって、あれですか、認めてるんですね、今の姿を。美しきものの短命なるかな。いや、何を言ってんだ。いや、違うな。認めてないですね。根の一足に栄光。いやー、よかった。倒せてすんなり。オッケー。すんなりじゃねえっすけどね。MP 使い切ってますから。よし。調べます。もっといけないですね。マンジマラの耳に聖剣の声が届いた。俺の名はカラス。よくぞ密林女王を倒した。褒めてやるぞ。お、これ青のたけしさんですか。よし、これそうっす、ね、俺の浴び出した黒羽切りをお前にやろう。黒羽切りは一度使うとしばらく動けなくなるほど体力を消耗するが、敵に大きな痛手を負わせる技だ。黒羽切り、さあグズグズするな。この聖剣病院カラスで暗黒ラグを切って捨てろ。いや、かっこいいっすね。妙音カラス。黒アギ単体攻撃ですね。今回単体攻撃。前回全体攻撃ですね。次は手に入る。あ、妙音カラス。かっこいいっすね。もう、いや、毎回もらえる武器がかっこいいっすね。でも上がらないんでしょ。18っすね。マジで使えねえや。本当に暗黒ラン切るようですね、多分。さあ、宝の回収含めてちょっと探索しましょうか。敵出ない。あ、もういなくなってるかな。いなくなってますね。もう帰ったんだ。でもあの人数多分ね、街に配置されてないと思うんですよね。1回からだと思う。あの番がもともと2つあって、両方行ったかはちょっと怪しいんですよね。ここと、こっちは行ったんですよ、確か。で、死がどうだったかな。ここっすね。行ってるような気がする。宝が2つあるんですよ。ああ、でも金出てる。
ああ、ちょっと行ってないっす。っす、何これ、何これ、こんな。え、不明なんだ。疑惑のコール、何に使うんでしょうね、これ。もしかしたら、キーボスに役立ったのかもしれないけど、いやー、そんなの使った記憶がないっすから。テン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 。一応見ときますね。もうなくなっちゃうんでね、洗浄して。宝があっただけだったと思うんですよ。これで終わりか。そうっす。いや、もうエンドレスで取れる。金属にならないからな。安かったっすもん。あ、じゃあでも視聴 OK なんで、ダメっすね、帰ってきてからじゃダメっすね。どうしようか、じゃあこう青ロムで松阪一番近いっすね。飛んで伊勢神宮に飛べるのか。まあ、いっすよ、なすか。まあ、一応預けとくか。預けときますか。確かね、伊勢神宮は雑魚が出るんですよ。とはいえ、伊勢行ったとこもあって、そんな強くねえと思うんですけど。おい。いってらっしゃいませ、万次郎さん。あ、もうできれねえんでしたね。あ、出るよな、ね、僕らの切ってる。伊勢神宮名室。街扱いなんてね、そうっすよ。ほぼいないに等しいですよ。クリアゴン BGM いいっすね。ほんとアレンジバージョンかっこいいんですよ。確かこっち系でいくんですよ。はい、なぜ。うん。水色の花びらの巨大な暗黒蘭が咲いている。マージマル暗黒蘭の前に立った。聖剣妙院から巣を握りしめて気を集中した。あの、アニメーション入ると最初だけど。聖剣妙院から巣、2本目の暗黒蘭を撃破した。残りはあと5。いや、まだあと5本あんのかよっていう話ですけど、あとは、でも、あと5ですもんね、今。あとは心出しを達すらいで、わしらもここから気がしておりま2時間単位でやってるとは言う。まあ、長いですね。そこも会話してった方がいいか。色で分かれてたんですよね、鳥居の。ゼリングが救われたお前さんに神のご加護はあるよ。よし。で、確かメモったとこに行った方がいいですね。水色の暗黒蘭が消えてるってことですね。水色に関しては3つあるな。ちょっと待って、マセグラのとこにもある。
マセ村か行くか。マセ村だと、どっかな、終わりかな。いや、違うな、終わりじゃねえな。終わりじゃないっすね。飛騨でいいのかな。で、ここにマセ村がある。マセ村の西って書いてある。西、いや、この目も役に立ちますね。ほら行きました。これどこに繋がってんでしょう。なんか峠っすね。藤原峠ですぐ東は飛騨の国なんだけど、この間まで暗黒乱の根が塞いでたのはえれえ不便だった。特に、あ、しかし100メガは普通にもう売ってんですね。100メガいくらだ ?76 か。まあまあまあ、っていうか。モフさんとおじやんです。現在生配信は Twitch。アーカイブや動画は YouTube。モフさん動画は TikTok で活動してます。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、Twitch や TikTok のフォロー、拡散などお願いします。ここをずっと東に行けば水車で有名な馬瀬村って村なんで知ってる。いや、そっち側じゃなくて西の説明してくれよ。東なんか来てるんだから。ここは飛騨と京の、あ、京に繋がってんだ。国家境のないと藤原峠です。東は飛騨の国、西は京の国ですよ。あ、じゃあ、ここ次のとこ行けるな。で、これで来ますね。来ると思ったよ。黄泉様に申し上げます。万事丸たちに聞く頃は破れ、伊勢の暗黒乱も切られました。しかしご安心くだされ、奴らが京に入ったところで何もできません。京と隣り合う国への道は暗黒乱の根で全て塞いでしまいました。唯一残る琵琶湖の水路の方にも手を回してござります。琵琶湖の水路、万事丸の焦る顔が目に浮かびまするな。そっか、まあ、今日だから。そっか、琵琶湖水路、確かに近いです。そうですね。ちょっと前にあれですね。で、確認しましたよ。弁慶ガイデンの確認しましたよ。配置も。ただ、琵琶湖って京都ではなかったですよね。確かどっちかっていうとその隣ですよね。あの、岐阜とかあの辺じゃないかな。お、これ何でしょう。あ、忍びの里発見。マニワさん、京都のおみるって女何か匂うでござるよ。一応気をつけてください。かかりのあるのが一番いいかと。おみる。マニュアルさでございます。大阪聞いております。あ、これやっとですね。そうそう、忍びの里はそう、無料で泊まれるっていうやつ。まあ、あの天下巻き1でいうあれっすよね。どうちになったやつですよ。なんか忘れる。ちょっと待って、ここちなみに反応しないと思うんですね、町じゃない。そうですね。で、進む前に残りのあれを見たかったんですけど、一個町があったらそこまで行っちゃってもいい気もするんで、京都あそこっすね。で、伊勢からも多分繋がってんですよね。はいはい。なるほどね。はい。で、上が近江か。あー、はいはいはい。あ、じゃあ、大宮近いから、ちょっとそこから、こっちちゃいます。いけるんだ。止まって、すでに強えよ。いや、いきなり強えじゃねえけど、ふざけんなよ。マジかよ。いやー、きついっすね。使ってみると。うん、はい。い
やー無理っすね、これは。これは無理だな。いやまだ早いってことっすかね。きついんですけど。ダメダメ。うん。やべえ死んだ。いやーくそ。いやー金預けといてよかった。いやこっち系ちょっと危険ですね。伊勢から行った方がいいな、これ。伊勢から行ったにしても多分足り、あれですね。装備を揃えないと多分ダメなんでしょうね。いやー、きっついな。いきなり洗礼を受けたよ。いやー、これがあれですね。ペンガーマーク2の洗礼ですね。ですね、あと2つあるんで、伊賀の北と伊賀、あ、違う、1つしかねえよ。伊賀の北だけっすね。あ、じゃあやっぱそうなんだ。はいはい。じゃあそれ伊勢の南側に繋がってるんですね。やったら多分いけると思うんですよね。多分ですね。伊賀からか。まあ次だから伊賀ぐらいは会話してみましょうか。クリアしたんで。会話変わってねえと思うんだけどな。住民が全然いないっす。あれなんでこんな住民いねえんだ。どこ行ったんだよ。全然いねえじゃん。あんなにいたの。おう、まじまじ、見事暗黒乱を切ってくださったな。これで伊勢、そして紀伊の国も平和になることじゃろう。この村の者はみんなマンジマルドにお役に立とうと情報を集め、ああ、そういうことか。はいはい。だからあれか、忍びの里みたいなのがあったのか。全国へ散っていきました。なるほどね。そういうことっすね。はい。忍びの里はご出身です。誰もいないっすもんね。あそこは歌舞伎の祭り。もういい、もう勝手にして好きにしてちょうだい。歌舞伎さんの名前を毎日拝めなんて幸せ、万歳万歳。諦めたらしい。文句言うのが諦めた。じゃあ行きましょう。他の町とか行ったらなんか新たな情報とか聞けるかもしれないですけど、まあ、基本的にはもう今日に行くっていう流れなんで、まあ大丈夫でしょう。ここから情報集めていく。ああ、アーサー伊勢から来なさったか。っていうことは、国境の根がなくなったんだよ。それはいいこっちゃ。今日の国はジパング一大きな港、京都があるんや。それはもう、寺も店も行さんあって賑やかなもんだ。おや、京都で接待の外産を見てきなかった。三つ星らしい格好して、ギブミーフードって言ってたから、梅干しあげたんだ。一口食べて大騒ぎして。外人が出てくるってことですね。外人といえば、ホテイマルを想定しますね。うちの姉ちゃん、おしゃれなことばっかりにしてんだ。年頃の女は無邪気で可愛い。京都のお店は季節ごとに七の入れ替えるの。なるほど。私、春用の着物が欲しいんだけど、早く春になるかもしれない。京都めちゃくちゃ広かった中古なんですね。散策だけで結構時間かかれそう。物を買うときは値段に惑わなきゃわかんない。不安なときは気をつけてよかった。まあ、回ります。俺の配信は回ります。ノーカットです。あった、新しいのあるな。でもまあ、いっか。じゃあ、京都で買った方が良さそうっすよ。絶対ぼったくり価格で出てそうな気もするけど。あんた京都行かれるな。この村へと出て西行って北へ。ああ、面倒じゃん。この山節約か、吉蔵平金かい。左上の方にでかい四角あるんじゃん。それだけだと、まあ、そうっすね。はい。さっき見たから。京都に異風な姿をした五人組の商人が来ていて、なんたら兄弟って名乗ったな。おっと、来たね。いや、これは足元兄弟でしょ。間違いなく商人。五人組の商人。これは間違いないです。今日の周りの国じゃ根の椅子が暴れまって大変らしいの。じゃあ、ここ、今日の国や暗黒乱も盛んし、根の椅子もあまり出んのじゃ。これも今日に、とにあるとお寺様のご加護のおかげじゃよ。私今日に住んどってほんまによかった。
頑張ります。そろそろ京都で富くじを売り出す時期じゃの、わしも買いに行かんと。富くじで一発狙って早60年、今年は気合で当てるぞ、キエイ。京の国の周りが、暗黒乱の目に囲まれちまってね。京都へ来る参拝も少なくなっちゃったんだけど、伊勢との間の根がなくなったんで、これでまた一通りは多くなる。ハロースモールボーイ。いや、なに、京都に外人さんが来てるらしくて、俺も会いたくて英会話の勉強してんだよ。山城村へよくお越しを。重要か。セーバーしとくか。セーバーしとくか。結構人いますね。お前さん血の匂いがするね。ここまで来るのに随分目のいつごを切った子ですよね。しかし、いつかは負ける。その時はこのバワーのとこ、あ、これか、あれか、復活し、全滅した時ですね。このバワーのとこに置いて、決して悪いようにはするかな。お世話になります。間違いなくお世話になります。今日の人はこの国に暗黒乱が咲かないから安心しているようですが、それは大きな間違いですよ。今日を取り囲むようにして、周辺の国は急速に目の一束が強いところで動きます。現に今日の北、近江の国でも時間を最大に含む湖。あ、近江にあるのか。はいはい。琵琶湖ね。琵琶湖で大、大事が、起こっていると聞いています。いつ今日にも、根の椅子とか流れ込むか分かったものじゃありませんけど。さあ、行きましょう。気持ちはないっすよね。あーでもちょっと行ってみましょうか。いおりがあるかもしれない。ない。あーさっきの敵が出たらアウトっすね。本気になると。ああ、こっちはやっぱいけますか。まあ、そりゃそうですね。武器とかはないと無理ですよね。経験15か。しょぼいっすね。いくらでね、800っすよね。変なの出てきますね。死に化粧。そう、死に化粧。死んだ時の顔をつ、あれですね、化粧で描いてるってことですね。おっと、あ、これ緑です。いや、緑は初めてですね。緑、読みましょう。緑、京都の、下に。洞窟がありますね。いやー、普通にこんなとこにも洞窟は存在するの。なかなかですね。いや、もう全然道がわかんねえ。キールで行ったら京都のそこにあるってことか。もう丹波行けんの？ああ、丹波は緑だ。はいはい。緑色。京都の西ね。京都の南と西。多分見る。黄色発見。東側だけがやばそうです。全然歯が立たなそうな感じだった。あんだけレベラルしたのに勘弁してほしいです。京都の北は黄色。
らもそこの橋渡って京都入っちゃいましょうか。京都地の南側も気になるんですけど、か、どこで確認しましょうか。いや、京都入ったらもうずっと会話モードに入っちゃうんですよ。まあいっか、行っちゃいましょう。どこから行けばいいんだろう。いや、4つあるってことですか。いやー、広そうっすね。こっから行きましょうか。今日住宅。おっと兄さん、京都初めてかいなら教えてやろう。京都は4つの区域に分かれてんだよ。ここは民家が集まってる地区だ。他に寺へと神社固まってる地区とたくさん店が県を並べてる地区、貧民が生活してる地域があると。あとはタイクーンの花の御所だ。城もあるとか。城っていうかタイクーンの御所だ。それらが一緒に管にあって、京都有名な都を作ってるんだよ。マジで広いっすね。5個あるってことですね。さっき商店街に行ったら変な髪型をしたおかまみたいな5人組。来たね、足元京都。京都にいろんなやつが来るな。紫の髪したやつから派手な旗を背中に背負ってるやつなら、ほんと、いろんなやつが来るみたいな。そう、今見て、今いるうちらのこと言ってんじゃん。アイクン様、ジパングの東半分を治めている、江戸の将軍様の江戸富姫だね。はい。江戸の将軍、はい。ガイアンの件だよ。この縁でジパングの西半分を統治させてもらってるんだ。それでは物足りないらしいんやね。どっちもないくせにジパング伝道へと自分一人接種は従ってる。危ないな。能力もないので、望みは人一倍知恵のが権力の座につくと国を滅ぼすことになる。ジガイアン一番最後に出てきましたね。あの、江戸の将軍ね。あれも伊藤のこと君。高山祭りを見に行ったきり、大君様帰ってこんのは一体どうしてなかったの。ご自慢の花の御所がなんか怪しい匂いがプンプンしてるし、大君様の、娘さんの、桂姫さんは花の御所にお一人でどうしてなんですか。心配や。あらあら、そんな誇りまみれの着物着飾ってエロい遠くの村から来たみたいだね。京都におしゃれな着物が行さんあるよって、記念に買っていったらどうだい。いやー、方言ですね。兄ちゃん、都の方へ行くんなら道教えたるで。関西弁か。京都弁ってことだね。まず、京の町へ行って南へ少し下り、北東の、森の中を川沿い行きたい。ずーっと行くのに分かった。南行って北東の森の中を川沿い行きたい。だったっけ。よくわかんないですけど、まあいいや。北の方にあるってことですね。平安と火の勇者の、わしらの住んでた温泉にも、火の勇者の伝説がある。次、若いから詳しいことは知らない。わしらは、一年から、疎開してきましたね。わしらはちょうど、大海の国に入った途端のことでした。国境が暗黒らの目で塞がれて、あ、塞がれてんだ。まあ、そもそも行けねえじゃん。水路の方も琵琶湖に根の石とか魔法をかけた動画で使いだし。故郷にはもう一生帰れんやもしれんって覚悟を決めてますね。何かええ仕事ないですか。ここの池田様のお屋敷には昔美しい5人の姫様がいらしたそうじゃ。上の4人は、京で、嫁がれたそうじゃか。一番下の、綾姫だけは、金沢の田舎へ越し入りすることになったらしいが、途中で鬼にさらわれたそうじゃ。噂じゃ、綾姫っていうのは他の4人と母親が違うとかで、生まれたそうじゃ。まあ、20年の前の話だと。綾姫。綾姫。港の奥にあるでかい建物やけど、あれはタイクーン様のお住まいじゃねえと花の御所で呼ばれてるわ。
自分の見栄だけでわてらの結成使って花屋のもんを作るよって腹渡りに行くよ、あんたの会を。あんた田舎から来てやると見たけど教えといてやって、今日の店を通るぜ。特に高いものを買うときは他の町と比べてた。ああ、そうっすね。それは俺も考えてた。全部比較してからでいいっす。神仏が守ってくれはるから、京都は安全やりで、地方から親類を頼って、疎開してきやる人が多いよ。おかげで方言が迷ってしまって、美しい京都弁がどんどん崩れていっぱってんと、シャロカイダーじゃん。わかんねえ。いや、わかんねえ、方言。ここのおじいさん、黄金中の卵を集めはるので、一つ1万両で買うてくれはるんだ。はいはいはい。なるほどね。ちょっと待って、これはなんかね、宝箱に入ってた気がしますね。黄金中。黄金中の卵は、じゃあ、住宅街の、左上の方。1万で。なんで黄金中の卵から純金が取れるとか聞いてますよ。どっか押して。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、Twitch や TikTok のフォロー。あと、うちのじいさんの口グラムに乗って、黄金中の卵というものを探すのを買ってやけど、あれって卵から帰ったらとんでもないことになるそうやと十分確保してない。そんなことになってもうちに怒鳴り込んできたりせんといてください。旅人みたいにどっかで黄金中の卵を見つけたら1万両買うから聞き止めてくれるよ。音は僕は卵の方だからな。成虫になるとただのクズだからくれぐれも間違いだから。ああ、成虫、あるってる、成虫に育つってことですかね、これ。いやー、なるほどね。はいはい、気をつけましょう。なるほどね。はい。ここの屋敷、いつの間にか、主が変わったんですけど、新しく押してきたの。すげえ美人らしいよ。なんでも地方の超過界、部下の王様らしいんだが、なんと、花嫁を求めて京に来たってすんだ。俺たち庶民が逆玉められなんて想像あるもんじゃねえけど、俺はやるぜ。金払えとかそういうタイプじゃねえのか。おみえさんって美人なんだけど、俺まだ口までしか見たことないんだけど、思い出すだけで震えちまうんだ。よし、親方に給金1年分前借りして、誰よりも高い贈り物をおみえさんに渡す。このおみる様はある事情で、姿勢は明かせませんが、地方のやんごときなきお家柄の姫でございます。そろそろ姫様をお年頃にて、なぜか、よき伴侶と探しておる次第でございます。やはり、援護、まず経済力、姫様の、巫女に詳しい、贈り物をくださった方どうかな。いやー、三つげって言ってますね。さ様の誠意はどのお品で表してくださるのかしら。いや、もう大して思ってないですよね。甘露丸あげますよ。甘露丸。本当にいただいて良いのですか。甘露丸ならいいです。はい。もう。いや、これありがとうございます。商品決まってるんでしょ。買わせていただく。上に上がる商品が多分決まってるんでしょ。まあ、これちょっとね、後々やるかもしれないですね、調べて。今、わかんないですもんね、何あげればいいか。黄金地の卵でもあげましょうか。いや、でも、だったら1万で売った方がいいっすね。そこ。あいつがいただけメモっときましょうか。住宅街は、メモが美人姉さんいるんですかね。ハイクーン様が大江さんに話された討伐隊のことは、その後、何の噂も来たのかどうなったの。今日の北に暗黒乱の絵が出現して元に戻れるのかもしれない。それと、やはりいくら腕に大江なる、ご武家を集めたところで、主天道寺に歯が立たなかった。まあ、主天道寺出てくんだ。いや、来たね。桃伝じゃねえっすかね。いいっすね。四天王寺、楽しみです。うん、あやは生きてるものだ。わしが周りの連中にそそのかれて、金沢などに、嫁に出されるのはどう。
道中で、鬼畜生に、鬼畜生に、綾を奪われることもなかったのだ。今を思い出すため後悔する。中で会うことになるのかな、気になりますね。うん、彼は生きとんか。年になって急に大君様が大江さんに、鬼の討伐隊を差し向けたりしたもんだから。親方様は20年も前に鬼に奪われた綾姫のことを思い出しては、ため息ばかりの毎日なので会う。してくるかもしれないですね。に触られたってのは多分キーワードですね。ちょっとなんとなく想像はつきましたけど。じゃあ貧民街行きましょう。ああいいっすね BGM。貧民。やばい、この辺で貧民窟になんねえよじゃな。都の前はしゃあごとに毛嫌いして近づかん中にあんたももの好きな人じゃん。フィクション、いや腹減ったから、食っちゃったんだ。でも寒いややっぱ食いやがった、ここは仕事を捨て家を捨て、世間とは縁を切った世捨て人が集まる吹き溜まりじゃ。生活は貧しがみの自由気ままに暮らしとるわ。いや大変だと思いますよこれ生活。こんな状態ですもん。ここで暖を温まるしかない。今一番熱い話題は何としても一膳に咲いた暗黒蘭。一膳。福井村の家と長平寺に大きなものがずーんと過ぎ去ってて、二重の人は恐れた。好きなことして勝手に生きることができたらそれが一番の幸せよ。だから私たちは恐怖で人を縛りつける根の一つが嫌いなの。私たちはあんたに力を貸す、あんた自由に生きてるもの、私たちと通ずるものがある。もうこの連中は心の冷たい奴らばかりだ。見るように俺たちを見やがるし、今日が平和なら他の国はどうでもいいと思ってやる。あいつは今に剣罰くだらず両親に参加で仲良くなれそうだね。ちょっとよろしく。でもここで暮らすには、刀も綺麗な着物も必要ないで、健康と気合がまず必要。まず武器はなさそうっすね。ってことは左の2つかな。フグの腹渡か。今夜は気合が相当必要ね。要は気合が。いやーこれ腹痛起こすんじゃね。大丈夫か。わいわい、ごちそうだごちそうだ。今日はギャデアのゴミ箱に客の食い残しがたくさん落ちてたな。遊園地はタイの昔のとき、山菜の芯の痛みまで、あとちょっと危ないけど、いやもう全部、俺それ腹壊しそうっすね、これ。怖え。気合で勝負だ。フグの腹とも言っていいか、今夜ごちそうだぞ。いや、絶対腹壊すな、こんなの。あんた気合の入った髪型だね。俺も2ヶ月ほど頭洗ってないが、あんたそれ以上なんだ。いや、確かに言われてみれば風呂なんて入ってねえわな。そうだね。よく見りゃ髪の色まで変色してる。いや、なかなかそこまで思い切れねえよ。かゆくねえか。いや、かゆいと思いますね。そんなに入ってなかった。いや、面白いね。で、タイクーンが、まあ、途中に温泉の
あれですね、村があったんで、そこまで。ここは入ったと思いますね。あ、でも水抜いたからダメ。お湯を抜いちゃったから入ってねえよ。タイクーンが白山を封鎖したのに、根の山博士に仕向けたらしい。あんなとこで何やってんの。白山を封鎖したね。この長老様たち、兄ちゃんの三本にしてもらおうとか言って張り切って情報を集めてる。年寄りにやることだから、まあ大した話も聞けないと思って、たまには顔出してやってる。本人たちは結構マジみたいだけど、兄ちゃんと会うだけでメイドの見分け話がねえな、マジ。ここにはね、とても面白い外人さんがいる。あ、来たね、ホテイマルだ、やっぱそうっすね。ホテイマルたちけど。みんなから着物や食べ物をもらって、すっかりここの住人さんは外人のくせになかなか見どころあるぜ。いや、テーマが余計なことするとね、またややこしくなるんだ。もうしないが正解なんですよ。でもあれかもしれない。うん。わしの間、川原町のジュリーじゃ。って言っても、京都のもんしかこの名前の面白さわからんと思うわ。そうなの。一応、名乗ってみたかった。有名なんですよ。さて、マンジマルのわしらの掴んでる情報では、タイクーンは白山を掘り返して何か探しよったの。まあ、見つける前にタイクーン自身がおらんようになったから、捜索の兵の失注しとるようじゃが、ヘネイとか今も白山の中に残ってまだ子息何かを探しておるらしい。半島人なんだけどさ、京都の情報は勘弁するぞ。あんたら火の子息じゃね、聞いとるよ、伊勢や尾張での活躍。わしらの情報も名乗り出なさんよ。で、わしらもな、及ばずながら、あんたの助けをしたい思ってな。全国から情報を集めると。以上で、わしらは、まんじまるさんの作戦三本してくれるか。とかしてくれるか嬉しいのは、それ作戦なんじゃが、まずは、隣のじじいに話を聞いて、この作戦に行こうする。なんだよ。さっき話したのに、それじゃねえんだよ。やっぱ、白山なんですよね。はい。白山で、タイクーンは白山で、何か探して、これは重要ですか。まあ、見つける前にタイクーン自身がおられるようになったから、そうだか、ちょっと、そうですね。でもやっぱ白山は、行くべきってことか。もうあんたが噂のマンジマルちゃんから、とりあえずこの場を、マンジちゃんの初対面を今日、記念して握手してくれたのか。熱い視線を地上に通った男らしい良い手をしておるんだ。やっぱり若い子の肌は確実じゃ。いや、そうだな、まんじまるさん。次にあんたが、目指す人には、つまり一元だな。そう。一元。重要なこと言ってます。韓国らの根っこのせいで今、ジパングの陸路は壊滅状態。だからあの国は水路でも OK じゃ。水路経由で導入しろと。つまり、琵琶湖じゃなろうね。近江の国で船を手に入れ、これだ。近江の国で。このバーサの需要と欲しいって言ったような気がする。同じこと言ったんですよ。じゃあ、ホテイマル。はい、マンジマルさん、はじめまして。私、ホテイマル宣教師です。私、ファイアファイターのユーたちの活躍、感動感激スーパーランです。ここのフリーメンギルドのみんなもユーたちのことをグレータ言うてますです。フリーメンギルドはユーたちにオールジパンのインフォメーションサービスを約束します。時々寄ってみてくれ思います。きっと役立つヘルプできると思いますです。時々俺って言ってますね。いや、時々ってこのタイミングが分かりづらいですね。多分行き詰まったらここに来いと思いますね。いっぱい話すと多分会話変わるかな。よっかいい。はい、マンジマルさん、はじめまして。私、ホテイマル宣教師です。もうあったよ。私、
ファイアファイターのユウたちの活躍、感動感激スーパーラデース。ここのフリーメンギルドのみんなもユウたちのことをグレーと言うてますです。フリーメンギルドはユウたちにオールジパンのインフォメーションサービスを約束します。時々寄ってみてくれ思います。役立つヘルプできると思いますです。はいはい、なんだろうな、なんで2つ回ったんだ。あとにまあ車椅子そうですね。じゃあここ行きましょうか。これ神社か。ああ今日寺社区、時間区中の寺や神社の総本山ここに集まったと言っても、過言じゃねえ。いやジパングの心の顔美しいぜ。お前んとこの田舎の神社や、寺とは一味も二味も、二味も違うだろう。いやでかいっすね。確かに思うけん5点もあるのに。ここは寺小屋、今は休みだけど正月になればいいと新春書き初め大会。おお正月なんてあるんだ。そうだ、あなた子供消しそうな絵と習字の先生やられますね。また来ては待ってますよ。いやー、このタイミングでまた来いって言ってんのかな。なんか後でまた来たら、イベントが多分この辺に増えてるってことですよね。大宮東に行けば一円の国だ。その一円の福井という村がある。東には大宮東が一円。一連には福井という村がある。福井村の長寺、あんこくらな、ここですね、福井には長寺寺という大きな寺があるんじゃ、その寺から強くの念が届くんじゃ。あれほど強い念は長寺寺のように僧侶全員が一丸となっても通せねば立てるものではない。何のためにそのような念を、長寺寺に何かあったのか。ここくらが立ってるから、これを動かさないと、どうしようならないと思う。ここは全国の神社の中心やで、こっちの関係のやつだったら、ここで話聞くのを手っ取ればいいよ。何か近頃、自然の長平寺が、ここくらにやられたみたいで、そうですね。みんな噂してあるよ。京都は見るもの見るもの、みんな見新しいの、壮大な建物、きらびやかな人々。本二子が常しえのヤッペンネオさん、チップの足の村とは大違いじゃん。この派手な句、派手な顔、後ろにいるのは歌舞伎さんだね。二人組の若い娘が探してる。おお。二人組の若い娘、誰でしょう。歌舞伎さんに渡すんだって何か贈り物を用意してたの。さっき商店街の方で見てるのやったよ。了解了解。この後言ってないでしょう。大海の国白山といううちの寺大山がございますが、そこには、日本時計の船、大畳の船があるんですよ。これだ。ちょっと待って、これですね。これだ。白山に持ってきて、これです。はい、はい。白山の山に、大畳の船。水路経路に移動ができる。何やら琵琶湖に悪しき、呪いが変わったとか聞いています。ぜひ大田の船をお使いください。いえいえ、遠慮はご無用、すべて御仏の道でございます。ただ、見事琵琶湖を渡り終えた暁には我が寺の力を借りたと世間には発表してください。マジね。それはね、まあまあ、もう気分で決めたいと思います。ねこいつ合体変形しない。いや、それは奈良の大仏じゃねえけど。バカなこと言うんじゃねえ、うちの子は。それはとてもありがたい、仏様の像なんですよ。まあ、小判でもちらつかせりゃ手くらい差し出すかもね。そういうご時世だもん。いや、さすがにねえぞ。大見国に何か良くないことが起こったんじゃないか。近頃、大見の方角から大きな、まがまわしい容器が流れてくるのが、感じられるんだ。突然予感がする。気のせいならいいんだよ。
サイクルを後で変えるんですけど、では今日白山という霊峰があります。この神社の神はこのその船に乗って時間口を見回ったんですよ。時間口はこの神社の神、全然来てないです。モフさんとおじやんです。最近はなぜ白山を動かしたんですか。何かあそこに人に触れるとまずいものがあるんでしょう。モフさん動画は TikTok で活動してます。どうせ大君のことだから側近にでもそのままからされたんです。大君が何よりバーチャー隊に落とすのじゃ。あの男はそれを落とすの。霊峰白山に手をつけおったのじゃ。掘り起こしてあげて封鎖しおった。白山は経験の神道がやってくる巡礼地じゃ。あの男は人々のささやかな祈りさえ認めるのか。神仏を前にした暗黒らも出てこれないし、京都は神仏に愛されたとして撮影映像ジパンが滅びても京都は不滅しちゃう。マンジマラさんじゃないですか。私伊勢のものですよ。お、来たね。この説お世話になりました。いやー早速京都へ来てみたんですが、あんまり広いんで驚きました。観光してんじゃん。私いきなり迷子になってしまいました。どこに行きたい。この場合、流されるのね。あいつ、この家の、回し物だから、ここは桜が多いから注意して、桜いんのかよ。いいこと教えてやろう。隣の神社、あそこに千両ばかし再生弾むのが間違いねえ。弾む必要がねえから。根のいつとこを沈める、祈願しにこの寺へ参ったところです。この寺が一番ご利益があると。という手も、せに糸目をつけるようじゃ、仏様に足元を見られちゃう。いや、どっちも詐欺師な気がしてきた。お坊さんの教えはありがたいけどな、人生に疲れたところだけ生きる気力が湧いてきたよ。死を不幸と考えてはなりません。生徒はすなわち苦しみ、死とは浄土を望むこと、死を恐れるかもかりません。仏は頼んで、あの方と極楽上で導いてくれます。死を断りしようですが、他の寺の仏じゃ無理です。老後同士で争ってます。結局あれじゃない、お参りできねえじゃんっていう。ベラモメ、せっかく近く、遠くの村から富くじ買いに来たっていうのにもう売り切れ。あ、富くじ買えることも。一等の一万両絶対当てるつもりで来たんだけど、一万両あれは世界が変わるぜ。はい。母さん、富くじはお買いになった。抽選はお正月をせ、当たるけど。あ、お正月になる時があるってことっすよね。もちもち。悪いけど、富くじは売り切れる。残念。あんた、運が強そうか、一等の一万両が当たったかも。あとあってほしいですけど、一枚のみくじが広がる夢、一万両はあなたのもの。正月に来るっていう流れですね。あなた方伊勢神宮を救いくださった日の一足の皆様ですね。思っていた通り、根骨隆々としてないし、正義感が強そうにも見えないし、きっとあれですね、我々の祈りが天に通じ、神があなた方に力を貸してくれたのでしょう。大君が白山を掘り返してまで見つけようとしたのが大田の船だと噂になってから、宣伝になると踏んだそこいらの字、照らし上がりとここぼって、うちの神が作った、うちの仏が、乗っただと。聖職者設定、嘆かしい感じで、
きの一族の皆様には本当のことを聞いていただきましょう。大田の船はもちろんうちの神がお付きになった聖なる船でございます。いや、本当でって、いや、下のやつが言ってたじゃねえか。信じるものはすごい。いや、なんか、あんまりいい情報くれなかった。これは間違いなく、ガセ情報でしょ。いや、もうガセ情報と本当の見抜けないといけないのかな。今日の街で。商品に対してもそうですね。ぶったくりのとこと、でも探してないといけないですね。生活しすぎになられると、武器用品ならあれ、店が揃ってますよ。お買い物はこちらへどうぞ。泥棒から商品を守るために犬を放し飼いしていますが、お客様に思いませんか？安心してください。ちょっと頼むよ。これよ、これつけて団子ばかり当たるよ。ほんまに1頭とか2頭とかの口が入ってたの。景品の交換を使う。うわー、ちょっとこんなのあるんだ。いやー、ちょっと待って。竹、店員の笑顔。いやー、なるほどね。モーデンみたいなシステムなんだ。この辺がすごいんでしょうね、多分。MP 回復とかそっち系なのかな。これはだって、前撮ったの。養老岩でもいいっすね。首切口団子は食べまっておく。うわぁ、40だ。これ買ってみましょうか。顔が団子になるほど食べるそのうち当たります。棒袋いっぱいまで買う。そして空、食いまくる。あ、食うとなんか出てくるってことですか。口が残るか口の色に。まで買う必要ない。緑色に百名眼か。まあ百名眼なら当たりっすね。はい、大当たり。百名眼だったらプラスです。回転とは無理だろうな。無理だ。ああ、まあビッグあれビッグセーブができるからできますね。やろうと。ファンの情報をどこよりも早く追加のお届けします。この京スポ新聞の販売所で。おっと。求人をすんのかよ。いやー、まあまあ見ますか。人面話しすぎ。人面話しすぎね。昨日上が80匹だ。タイクン様、ご体重心の高山に韓国乱と呼ばれる人面花が当たるか。じゃあこれどんどん復活されていくってことか。地方を巡る。村おこしのための人面魚へと行くブームを狙ったものか、田舎者の考えそうなことだと京都の人は呆れた。ぽいっす。買ってみましょうか、じゃあ。弁天様の部屋に入るように、快楽の日、よく。話しかけた時点で、チアを飛んでいきます。熟女の時にノックダウンか。確かに。こう、気骨しよう。一番最初では見る。骨抜き。感じは完全勝利。終わりの気骨しよう。栄養素。ダイエットの失敗が直接の肺と関係したのです。日本初料理。ピンクタイル。あはは、来たね。ピンクレディの元親衛隊。古い話してますね。彼は特に K、増田ゆ熱狂的なファンだった業界数の。いや、面白いですね。こういうの被せてる。キアがまず一番近いのはぼったくりでしょ。来たよ。いやー、たっけーなー。高いっすね。45の、あれだって、これぐらい、これっすよね。あ、ちょっと、たっけーや、やっぱ持ってる。これ4200売ってたやつですよ。なるほどね。こっちが安くて、こっちが高いのってのがあるかもしれないです。でも、間違いなくここは持ってそう。
いや、下野さん素晴らしい。あの正男子のたくましさ、金こそ正義という揺るぎなく指針に騙して儲けようという気が、足の商売にして見合うところは多々あります。うわ、出てきた。いや、話したら出てきて。近頃評判の高い万事の大将とお見受けいたしやす。お初にお目にかかりやす。あしら足元兄弟というケチな商人でございやす。ちょっと坂東の方で思わぬ銭が入ったんでやんすがに、地雷やって小ずるい悪党がつきまといやがるんでこっちへ避難してきたってわけでさ。いや、地雷屋の金全部持っていけやがったからな、この野郎。預かり所ってね。いや、がっつり地雷屋で稼いできました。またどこかでお会いしやしょ。お互い己の信じる正義のために頑張りやしょよ、万事の大将。いやー、こっちに来たよ。モフさんとおじやんです。現在生配信はツイッチ、アーカイブや動画は YouTube、 モフさん動画は TikTok で活動してます。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、ツイッチや TikTok のフォロー、拡散などお願いします。変わるって絶対を回復してると思う。周りの国々ではね、一足に大騒ぎになったっていう。京都のもう買い物など浮かれよって全く消しからなという固い話を抜きにして、わしも買い物を楽しみます。できない気ではない。もう出てこないし、わしも今日はやったから買い。あいつは金持ちなのすげえ買いたい気持ちだ。さっきの京都で、指折りの符号しか買えないような高額金をまとめ買いしていきやがって、さらにボッてるって言うんですか。1円でたばっとく、いや、マジか、1円に来んのかよ。あごげな商売して金儲けしてんじゃねえか。いや、来なくていいよ、もう。あ、僕らの生活はこのぐらい。やっぱ京都も人通りが少なくて落ち着いて買い物できるよね。熱も少しはいいところあるよね。あら、こんなこと言ったら怒られる。外のやつから会話するからもうわけわからなくなる。ねえ、買って、七福の玉買ってっていう。あんまり合わんやねん。一気団子買ったじゃあ当てなくていい。いや、いっぱいありますね。香水、着物、指輪、ああ、何を買おうかしら。京都は素敵な品物たくさんあって目移りしちゃう。でも迷ってるとか一番幸せ。あ、噂のマンジマラさんの神、あ、これか、例の二人組。神様でした。私、ミミとミオって言います。あ、ちょっとミオってなんか、怪しいって言ってたらいいか。多分そうですよ。あ、違うな、おみる。おみるじゃないっす。ミミとミオって言います。もちろん、火の勇者の大大ファン。マンジマラさんに私たちの名前を覚えていただきたくて、いろいろ考えて、名前ちなんだとみくじを買った。ミミだからとみくじの三三番、ミミだからおみくじの三四番。お二人一枚ずつ撮って、ああ、ありがとうございます。私たちと思ってお持ちになって、お正月に発表は、ああ、正月に来いってことか。と当たると思うのは、はい。こう、きっちり会話しとくと、こういう、あれさ、お得な、そのイベントがありますよ、ね。そうですね。もう邪魔なんで、これはじゃあ預けておきましょう。これは預けておきましょう。またあれですね、正月に来た時に帰りましょう。帰りましょう。あれ、これを預けないの？いや、よくわかんないですね。三三預けるの。これが値なんでしょう。これが値なんだ。ちょっと待って、ずっと取っとかないといけないの。いやー、それはやめてほしいですね。邪魔だよ、これ。圧迫するやんけ。まさかの、なんだよ、それ。あ、どっちかしか預けれないってことですかね、333に。いや、邪魔だよ、これ。マジマジマジ。ちょっと待って。いや、わかったわかった。これ、歌舞伎がぶんどってんだ。シレット歌舞伎は分取ってますね。
ミオちゃんがタイプだったってことですかね、カプセル。そりゃそうでしょ。まあ、ついでに商品ゲットみたいなことを考えてるんでしょうね。いや、お想像は膨らみますね。はい、いらっしゃいました。ここは、相場屋で、米や麦の、値の変動でお金がもらえるのかと、まあ、損することもある。どう、ミオさん、いい夢見て。なんだろうな、パンツ交換のお城ってことですか。目当ての店が届いたからいろんな品物があって迷っちゃう。でも全部の品揃えこの程度だと思ったらまだまだ売ってね、港の数じゃねえ。京都の店では季節ごとに品物を入れ替える。ああなるほどね。ちょくちょく見たと。ああじゃあここのエリア行ってまたこっち戻ってきたら品物が変わってる可能性があるんですよ。いらっしゃいませ。旅に行くのは片の海外と思います。こちらのお店ならそれはもう極上のゴム28,800円。いやー無理だよこれは。まず持ってるかっていうとちょっと持ってますね。ちょっと持ってる。いやーでもこの辺はやっぱ強いけどな。やっちゃったらあんま変わんねえか。いやー無理だね62は。私なんかこの頑張って金策したような記憶ありますけど、絶対そんな体力ない。商店区に江戸橋にあるの高級武器屋に行ってみたかい。バカげた値段ついた。あれは見るだけして買わねえ方がいいな。ここなんですよ。あそこんちの値段はな。実は定価の倍なんだよ。倍とか言ってるもん。でも、時々いるわけ間違って買っちまう田舎さんだよ。そこ行ったら半額で売ってるってことですね。ここはそうやだ。面白いっすね、これ。いや、全部100ですけど。あ、別の時期になったら、これ値段変わってったとか。あと平均なんで、今買ってもしょうがないっすね。一番安いのがいくらかっていうの気になりますけど。一回だけで値段変わるとか。最低よ、でも100なんだ。まあ、初めて寄ったからってことですか。そういう類ですか。じゃあ、いい値段だけど、1000ってでも、あ、料亭どう？料亭って言ってるいくらですか。人しか言わないから、しっかり覚えるのは人に言うのはいいから、これからの相場はな。ねえ、米売り、これっきゃねえよ。そうなんだ。これヒントですか。さっき買った麦でも、3000両のものを刺したの。流れさえ分かればわけよ。世間には成功成功根の一足を倒して小銭稼いで装備を買って金の医者がいるそうだ。お金なんてどんな稼ぎ物でも同じなのです。もっと頭つこうと成果ってやるべきだ。大量に買わないと意味がないと思う。これ買っただけでそんな得しないと思う。一体何を持っていけばおみるさんの顔を見せてくれるのかな。多分三連指輪なんだけど。おみる来たね。予算がな、10万両ほど少しだね。おみるってのは相当やばそうなやつです。しかしあれかな、住宅地区に来たやつですか。そう見るの可能性あります。いやー、これだ。これをプレゼントしようってことだ。なるほどね。はい。終盤になったらできるかもしれない。ファンのため戦ってマジマさんだからこんな注文をさせてもらうんですけど、ね、うちの店の商品を買ってお見るとかいろんなで探しに行くのはね、探しに行くのはやめた方がいいです。うちはそこらのスケベン相手の店、女に人だっていいことありませんよ。だからもう絶対これ、やっぱそうですね、言ってますね、これ。あら、この時は宿だったんだけど、ね、もういっぱいあるんです。あ、半額だ。こっち半額っすね。なるほど。おテーマっていう選挙区地区税は、人民街であんたの土地を探してる。私は江戸一線から来たので、あの子らの場合、国に帰るようになってる。
コースから船に取りも考えたのが琵琶湖の天命とか乗りをかけたお金で船が取りも近頃どうも花の星の様子が怪しいんで、まあ祭りごとにやってるとこ怪しいのが普通だ。ああ神さん今日も竹の串ですよ。何かがやると神さんお疲れなのその金の串。100年人気いやシルバーとかで役に立ったってことじゃないですか。あ、ヨーロガン売ってますね。あ、ヨーロガンついに売ってんだ。高いっすね。で、薬ついでも霊薬って呼ばれてるの不思議な気をつける、どこか手に入れてもむやみに飲む。霊薬はむやみに飲む。とんでもない効果を持っているやつもあるらしいが、それに至って普通にその効果が出たわけない。あ、そうなんだ。パルコンって効果あります。モクさん動画は TikTok で活動してます。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、Twitch や TikTok のフォロー、拡散などお願いします。うーん、何人ですか。いや、ないですね。いや、もうあとそれだけです。うわー、いろいろ売ってますね。いやー、ちょっとすげーな。ちょっと装備できねえじゃん。はいはい。絹かな、多分。絹っぽいっすよね。女王様の絹。女王様の服も装備できんのか。これは歌舞伎いけんだ。あー、いやー、93っすね。いやー、強いっすね。こう、終盤でやっぱこう調整するんでしょうね。99,000はちょっと高いけど。雪の流行はこの位置から始まる。ここに来るっていう存在を忘れそうですけど、本当に季節ごとに来るっていうのは覚えておいたんですけど、おー、なんかいろいろありますね。大きな坂だね。はてはてはて、OK。獣石。オタックのね。いや、何に使うんだよ、これ。頭っすね。頭で15か。あ、ちょっと上がるじゃねえか。まさかの上がるわ。あ、だったら買ってもいいっすね。したらですね、もうクラッタロですね。クラッタロあたりが装備できるかもしれない。あなた今日手に行って何か買い物するのか。彼らなりしてっけ、実は田舎者だね。教えといてあげる。京都っての他の町より商品が高いんで。だから俺らみたいな苦労とないと品物じっくり確かめたら大見くん日当たりでか。ああ、そうなんだ。ああ、じゃあここで買う必要ねえんだ。さすがね、金の大切さとか分かってるし。なるほどね。ああ、じゃあ大見まで行けるんであれば頑張って行って。で、オウミで買うのがベストかもしれないです。まあちょっとお面は540って覚えてる。どうやって覚えてるのか。お面は540って覚えてるでしょ。15。いやー、来たね。いや、持ってますね。これは持ってるわ。倍ですね。倍です。全然安いの売ってなかったし。まあ、でも、全員の会話してなかったら間違って買っちゃいますね、これ。はっけーとか言って。よし、これ全部回ったかな。オッケー。
じゃあ、あと残ってるのはここですね。花の御所。うわー、エンカントする来たね。あー、しかもこいついいんじゃん。いや、ダメじゃねえか、こいついる時点で。いや、こいつ当たんねえやつ、すごい。そうっすね。いや、ダメだよ、こいつ。ねえ、ちょっと、ここは危険だな。いや、ここは危険し。いやいやいや、それで4体いくんだよ、さっき。しかも、クソエンカだよ、危ねえ。いや、ここ後で来いっていう流れでしょうね。さあ、探索して、そうしよっか。進められますね。ここで会話してた。これ行けた、行けた。気になるのは、そこの出っ張りと、あと南側ですね。うん、まあ、出っ張りから見て。あったー。比叡山。この登録されてれば、あれですね。ほんと行けるんで。あ、比叡山はないんだ。京都から近いからな。気にしなくてよさそう。比叡山に何かあるのに誤解はなかったっすけど。安いっすよね。ここへ女と犬の幽霊が出るの、俺見たんだけど、そこの石段のとこ、声をかけようすると、ふっと消えた。設定できました。この寺って、鬼の墓があるんだってね。死んだら魂に区別がないからって墓を並べる方が嫌だ。あ、これだけっぽいっすね。あとここだけか。ほほう、お前さんがな、いやいや、何でもござらん、気に召されるな、万事丸。ただ、これだけは伝えておこうかな。まだここへ来るのはちょっと早すぎるのが、またいずれ淡い来ることになるんだろう。ちょっとこれ覚えておこうか。比叡山はまた後で来る。これあれがあってほしいっすね。いおり。全然いおり見つかってないっすね。下と繋がってるとこかな。そうっすね。ぐるって回ってから東っかじゃ。なんもなさそうっすね。いや、ちょっと、エンカウントしろよ。敵と戦わせて、あーって言ったらまたあったよ。また伊賀の里あったよ。いや、もう二つもあんのかよ、ここ。で、万事丸のこのジパングの民は良くも悪くもいい加減の人間なのでございます。試しに万事丸殿が暗黒乱から作った国へ戻って、もう一度、そこの連中に話かしててみられる。おそらくジェッチアップ、手のひらを返したように変わっているのだ。まあ、歌舞伎から万事丸に。入れ替わりしたよ。万事丸の武具をお買い求めの時は何かお買い求めでございるか。やはり剣でございるか。我ら忍びはまずは履物。なんといっても講師両面に目を見えて行けします。とにかく安い。それに我らのような非力な者には突破の成功の鍵を得る命にかかる。素早さを上げることによって突破の確率は上がると。
これそことつながってた。いやーちょっともう出てんじゃんお前ふざけんなよいやきついっすねこいつと戦えねえってのがそもそもこいつ以外は全然いけんのにいやーきついなー多分あきんな倒せだと思うんですけどねさっき当たんなかったんだよないやー逃げるしかないと思いますさがむずいっすよねこのゲームいけるやつといけねえやつがいるどう見に行った方がいいのかもしれないですね、もしかしたら。敵が強いから。あ、村あった。しがらき村。あ、しがらきの狸。はいはい。これ有名ですね。ここは焼き物村、しがらき村だけど、お土産にしがらき名物、大狸の焼き物を買っていくのは2と。大気は多いですね。大海の国は琵琶湖が真ん中にあって、国を西と東に分かれてる。国産動画は TikTok で活動してます。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、Twitch や TikTok の。こんな村長さんが家から一本外に出られないのでひどい病にかかっているらしい。でもなんとかと、何かと商売で世話になってるし、見舞いに行ったんだけど会えなかったら汚れしひどいな。ああ、あなたはマンジバルさん。じゃあ明日は木田から来たんですよ。さっき言ってますよ。北の西にあった暗黒蘭の根っこが亡くなった峠、またの音通り、藤原峠の道が便利になりましたよ、と。あ、これ安いっすね。何か、近江の国の琵琶湖は血みたいな色に染まったのを聞いてきますから、まさかとは思うけど、根の一足を動き出したから先、考えられねえことが次から次へ起きるからな。大津の北に白山っていう霊山があるんだけど、半年前から、タイクーンの命令で発掘やっているよ。おいおい、そこの髪色、なんとかしろよ。それじゃすぐに人間じゃねえとバレちまう。え、人間だよ。え？この髪って自前なの？あ、そうですか。これは失礼。てっきり駆け出しの仲間だと。仲間って誰のこと言ってんの？こいつは人間じゃねえって言ってんすかね。タヌキ、タヌキに化けてるってこと。ですかね。タヌキが化けてるんですかね。大海の国や大高の船中、神さんの江戸船がどっかの山の頂上に祀られている伝説があるんでした。なしてわざわざ船を山の上まで上げなきゃならぬとわからんけど、まあ、伝説なんですね。そうですね。たくさんの話です。おっと、来たね。来たね。来ましたね。あ、ここ普通の値段だわ。ちょっと待って、これは何だ？これは何もないっすね。これ歌舞伎17。あ、これ頭じゃね。17,980。ああ、はいはい、なるほどね。あでもさっきの15の500も安いっすね、いや、もしかしてあれはあそこしか売ってなかったかもしれないですね。こっちあれ買うのありだったかもしれない。とりあえず、ちょっと買わないといけないっすよね。うん、買うんだったら大海で買えっていう話だったら、大海で買うのがベストですよ。あなた、火の勇者だ。わからさ、その血の匂い。修羅場を抜けてきた奴の匂いだ。修羅場。あるか、無事ですかね。ところで、火の勇者と見込んで頼みがあるんだけど、親父がちょっと訳ありで、引き受けてくれな、ここどこでどうで頼まれてくれるか、とか。悪いな、とりあえず中行って同じような様子を見てた。あ、こんなとこでなんか依頼されたんだよ。お前火の一族な。じゃあどっちかっていうと人間よりオイラたちに近いよ。実はこの村の者全員がこんな格好してるけど人間じゃない。あ、やっぱタヌキなんだ。タヌキなんだよ。うまく分けてるわ。まあいろいろ人間付き合う時って面倒なことがいっぱいあるだろう。すぐ見た目で差別するからさ。いや、このタヌキか。あ、もうまんまタヌキですね。まんまタヌキだ。わしらタヌキは犬とは昔から相性が悪くてな。奴らに吠えられるのはいくつになっても恐ろしいよね。人間を利用して生きるわしらが利用されて生きる犬に弱いとシャレになっとるのに。わし、お恥ずかしい限りじゃわしのような絵と、小田抜きが、この姿を人目にさらすなどとは、わしも猛獄したのか近頃思うままに化けるようになってきたんです。
京都で売って100年人参さえ飲めれば、霊力が戻ると思うぞ。いや、つだってこれ、あれつだ、1万両したやつじゃねえ。いやいやいや、やめて、にらみしないしろ、京都は犬が多くて、あんたすまんけど、京都行って100年人参を買ってきてくれんか。そうか、ありがたい、これは、その、あ、代金くれんのか、その代金は次は言わんよ。お礼にあんたにあげます。あ、普通にくれたわ。いや、おっていう、ねえじゃねえかよ。満額だよ、満額。別に急いでるわけじゃないが、何かと不便になる。いやー、これでなんかアイテム買う、使ったりできるんですけど。いやー、ダメっすよ、ね、そこに。そういう悪心が働いちゃいますよね。まあ、いっか。まあね、人間真面目にいきますか。いや、一番ダメのしんどいもんな、普通に。なんかアイテムくれる可能性ありますもん。まあ、とりあえず京都行きましょう。あれかな、100人じゃ別のとこ売ってればいいんですよ。いや、部屋しかなかったんだよ。あの、京都って、指名入ってますし。いや、どう見ても1つしかないっす。釣り屋って。いや、売ってないっすよね、パスに。お米は買っていきましょうか、ニア。じゃ、花柄パンツ頭にかぶってたのか。いや、ぽいっすね。いや、ド変態じゃねえかよ。いや、よくよく考えたら、あれさ、頭ですね。頭装備っすよ。しかもクソ安いし。まあ、いいでしょ。こういう、なんかちょっと安く売ってるとこあるかもしんないっすね。力を持ってるじゃん。どうじゃな、この若い女の姿。なかなか来るものがあるじゃん。妊娠してるだけっすけど。でもこの姿は実はすごく体力を消耗するので、指定して楽な姿に化け直す。じいさん。万事丸のこの度は面倒を聞いていただき誠にすまんことした。俺と言っちゃなんじゃが、この、ああ、負けまくれんだ。残花の負け物恩師やろな。俺は万事丸からヒールか。浮きは氷担当っす。こんなとこで負けももらえると思わん。まあ、なんですね。いやー、やっぱ鬼火より全然強いってことだよ。これさ、なんか、レベル上げの時に活用させてもらうか。金もねえし、行きましょうか。そっかね。本当はこう全部回りたいけど、この敵がちょっと強いんで、さっきオウム行っちゃおうかなと思ってます。この敵は普通に倒せるようになったら、しっかり倒しようか。ジムにあいつだけだと思うんだけど。こいつも普通に行けますか。
ができてるか、そこに行くのかもしれないですね。あいつが出ないルートを通っていくっていうのが正解なのかもしれない。もしかしたら。うん、着いた。大阪峠。大阪なんだ。大阪って多分あの大阪じゃないと思う。あれは何屋国ですか。あと、近江に行きなさらんか、琵琶湖は厄介なことが起きとるようなので気ぃつけよう。間に合わせよ。もちの時は俺んとこに来な。こう見えても傷の手当てにちょっとうるさい。エッチの美女、ダイラムだって美人だね。温泉があるんだって。ああ、温泉があるんだ、また。行ってみたいわ、もう。美人になるな。私の場合、これ以上美人になっても全然変わらないわけだ。はい、そうです。いやー、キヌさんがいないとダメっすね。北大海の国、南は九州の京都にあったんですよ。さあ来ました近江国。また地図見ましょうか。うん。はい、稲葉は西で、京都は2つに入り口があるのか。あとは暗黒乱経由だったよね。だからあそこは無理なんだ。あ、そっか、琵琶湖を経由しないと上に行けねえんだ。なるほどね。越前があるからまずあそこに行けってことか。強いね。あーでも当たるな。なんか、あーもう当たればいいや、とりあえず。すーげー顔四角いね。顔四角いなー。一の、うん。あー、一残った。いやー、でもあれっすね。密林城よりは全然レベル上げしやすいかもしれないですね。くれるような気がするんで。大津村。売れてますよね。確か30でしたね。6、あれですね。破竹が6体で30でしたからね。白山にある、奇跡には、大田の船って言って昔、神様が乗っていたかもしれない。いやー、琵琶湖完全に赤いっすね。俺子供の頃からばあさんにこの話ばかり聞かされてるな。いや、赤いな、琵琶湖。いやー、もう逃げないっすね。根の一足を握手にできるまでと火の一足で練習しかいねえんだ。一年には火の一足がいたって話だ。なんで出てくんねえんだ。やったはずの畜生。琵琶湖の真ん中に風変わりな小屋は立っている。あんな、深い湖に一体誰が何のために小屋なんか立つのかしら。どうやら一年にも暗黒乱が発生したらしい。これで言ってたやつか。なんか、寺のことに。この間、でかい虹響きがしたと思ったら、一円の方から不気味な花が梅で伸びるのが見えた。ほら、こっからでもかすかに見えるんだ。え、見えない。あんた、ちっちゃいから。京都へ来たついでに、白菜をお参りしようと思ったんだけど、台風が封鎖しちゃったの。一体あの山を閉じたからって、台風にどんな得があるの？権力者はいつだってわがままよ。琵琶湖を北に渡れば北立、一連だ。あとかでかい、金沢城もあるし、なかなか楽しいところだって。行ってみるか、命がけで琵琶湖を渡す。琵琶湖を渡らねえと金沢、ゲネってことやってんのかな。来た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 ね、来たね。うわー来たね、15000だ。来たなー。あ、でもこれは、28だ。これはいらないっす。どっちかって言うと、こっちか、48。いや、今持ってね、4しか上がんねえや。いやー、微妙っすね。だから、防具さっき買った方がいいような気がするな。やっぱ17なんですね。やっぱこれぐらいっすかね。今日は、
これが歌舞伎か。王っていう45だった気がします。2しかわかんない。いやー、微妙っすね。微妙だな。いやー、優先的にはやっぱこっちだな。これをまんじまるに買ってあげたいかな。1980。付き合うか。買っちゃいましょう。980。村を少し北に行けば白山よ。神様を宿る山って言われてんだから、あそこにも根の一つが出るのかしら。琵琶湖が赤く染まってからでいいの。魚はみな死ん、船を出せばみな死んだ。もう魚も死んじゃってんだ。なるほどね。船を出すと沈むんだね。じゃあどうやって当たるの？大当たじゃないと思うんだね。地獄じゃまるで血の地獄、池地獄じゃん。船の一つがジパンゴン地獄に変えようとしてるんだ。大畑の船限定ってことですね、わかる。琵琶湖案内付きだった琵琶湖は真っ赤になっちまった。呪いだ、目の一足に殺された人たちの怨念の血の色に違い見える。しくしく、琵琶湖にお魚さんいっぱい浮いてたから取ってきて、猫のケンタにあげたら、ケンタ苦しんで、あー、ケンタも死んじゃったな。いやー、真っ赤い、もう余計なことしちゃったね。そりゃそうだよ、赤い。この赤いこれを飲んじゃったっていう。魚が飲んだやつを猫が飲んじゃったから。このカブトもいじまって、いやいいな。やったん、またいたずらしてんの。もうすぐいたずらすんの。あ、売ってたわ、ちょっと待って。バックのね。これ売ってたわ、普通に。いや、しかもこっちの方が安いじゃねえか。いやー、騙された。くそ、やっぱり京都はダメっすね。なるほどね。くそ、まあ、いっか。ほとんど値段変わんねえからいいや。これが歌舞伎46があんま変わんないっすね。微妙っすね。高い割には微妙なのばっかな。海上がるのもでかいんだと思うんですけど。この琵琶湖の対岸にはいた清京像という洞窟がございますね。変な話だけど、京都の北にあるの清京像と呼ばれてるんだ。白山この地方の信仰の対象となって神聖な霊山です。あそこの御神体は神々がお乗りになられた霊塔というふうに言われます。覚えておきましょう。聖教堂。おっと、ね。そう。京都の北っていうか。琵琶湖の反対です。琵琶湖の反対です。まあ、うちの一時に行くっていうのはあれですね。早速あったんですけど、白山、あ、白山じゃん。ちょっと白山早速ありましたね。そっか、まずはここなんだ。奥行けねえんじゃねえかな、まず。この時点で奥に行けねえような気がするけど、ね。
なんかいますね。入山許可証を持たぬ者は見たタイプの当選に立つ。入山許可証って誰が持ってるの？実は。まずは先進むか。いやーちょっと待って、いやーすげー出てきた。いやーこっか。あっちに行きたいんですよ。いや行きたいなー。魔法で頑張ってもらいます。やべえ、現在生配信中、アーカイブや動画は YouTube、 モッツさん動画を登録してます。よろしければ、チャンネル登録、高評価、人気だけでどうした、人気だけでモッツさんなどお願いします。よっしゃー、すげえ、9時もくれた。いやー、うまいっすね、ここ、レビュラー候補になるわ。大変だけどね。9時はうまいっすね。とりあえず先進みますね、とりあえず。これともどっかで取れると思うんですけど、ね。北東、木の葉等で、峠。まあ、進出もありますね。立ってるか。いやー、動かないっすね。いやー、この機械は全然先にダメかもしれない。これ、行けるとこまで行って、なんかちょうどいい防具とかが買えるといいっすね。日の一つ、私はお前たちの生み出した母なる者の魂。私の血を受け継ぐ愛しい者たち、今まだお前たちに飾ることは何もない。7本の暗黒乱を切っての血、再びここに来たね、来た来た。良いな、決して忘れた。あー、これはちょっとメモんねんか、あれだろ。なるほどね。7本の、暗黒乱を、切ったら、終盤の話っす。あ、やっぱその頃にやっぱ正月になるんですかね。いやうー。したことない。引っ張ったりする。あいの。いやーちょっと硬ってぇな、硬いっすね。大変だろうな。いやもうマジで帰ってきたらできないっすよ、これ。たぶん持ってかれるもん。倒せ、数えろ、数えろ、オッケー。痛いよー、痛いよー。でも、いやー、ダメだ、やめたよ。さっきマジまで全然当たってなかった。うわ。やっといた。やだねー。よし、オッケー。いやー、待って、これダメだな。行ったり来たり繰り返してる感じになりそうですね。もう一つ村でいいんですね。
だから金は余ってきそうっすね。だってもう1600貯まってる。何を買うかをちょっと決めとかないといけないですね。まあ、それはちょっと後々やっときますけどね。まあ、1年あたりでいいのがあったらかな。まあ、オウミで買えみたいなこと言ってたけど、まあ、さっきのとこで買うでも OK ですね。ついで上がりますね。あー、ちょっと暗黒のあんじゃん。いや、受け身じゃねえけど。やっぱり渡んねえとダメなんだ。今日の街しかないっすね。だから通行ってのはあるかな。当然あたりにあるかもしれない。あそこ行ける状態にしとかないとダメなんで、どう見て装備を買い揃えていくか。この流れになりそう。これは次回のやってる感じにしておきましょう。よし、間に合わなかった。いやー、2回やって1しか上がんなかった。なかなかしんどいゲームですよね。1年に行くのは黄色の暗黒なんで、名前すごいね。出なきゃベッドでやんないとかなり効率悪いですね。出なきゃ結構時間かかっちゃう。配信流すのかなり微妙です。人気のある配信者も全然見られる。人気はないです。ポンコツ配信者です。配信としては、いい感じにまとめるのが、まあいいかなっていう感じです。レビュー上げやっといて、で、まあ、次回、進められるような感じです。今、揃ってる状態なので、まあ、次回は今日探索して、まあ、最終的に午前、花の午前を、まあ、攻略していくっていう流れですかね。強いな、しかし強い。当たんないっすね。
まあレギュラーゲーム出演すると思いますけど、いやーもう頑張るしかないです。いや、いいっすね。金160くれるんで。役者金策は積みないです。かなりでもないっすけど。モフさんとおじやんです。現在生配信は Twitch。アーカイブや動画は YouTube。モフさん動画は TikTok で活動してます。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、Twitch や TikTok のフォロー、拡散などお願いします。うん。というわけで、やぜに止まって終わりたいと思います。いや、楽しかった。まあ、とりあえず、キクボロ倒すかも、今回は OK ですね。というわけで、次回も頑張ります。よろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、YouTube チャンネル登録。高評価、拡散などをお願いします。また、Twitch フォローもお願いします。